三軍入り乱れての戦場を支配したのは、突如姿を現したハイサンドの巡営エグスアム・マーシャルだった。形勢不利と見たアブローラ将軍は急遽撤退。戦いは意外な形で幕を閉じる。ここは当主の場所だ。今すぐに降りろ。あいにくここはもう我らの城だ。ウォルフォート城は落ちた。我が切り札の一撃でな。あの紫色の炎はハイサンドの新兵器ですね。そう、異邦院が開発した魔力結晶。まだ未完成だが威力は見ての通り。反抗するならもう一度使うことに。わかりました。民に被害を出すわけにはいかない。良い心がけだ。みんな外せ。はっ。何のおつもりで。若くして才能を示すと敵も多い。従えるには演出も不可欠ということだ。セレノア殿、私はあなたと話をしに来た。引き入れてくれればすぐにここを去ろう。話、一体どのような。女神の恵みに寄生し、私腹を肥やす輩を私は駆逐したいのだ。君たちにその一助となるかもしれない。伺いましょう。詳しい話の前にこれを。それは異邦院で作らせたシモン殿の薬だ。なぜシモン様が倒れたことを知っている。やはり噂は事実だったか。カマをかけたな。薬は本物だ。真の像の発作に効く。恩に来ます。何、これから貴公らに頼むことに比べればささやかな土産に過ぎない。取引ということですか。そうだ、あなた方もご存知のソルスレイ・エンデ。彼は古くより塩の扱いを任されたエンデ家の当主で、七聖人の一人であるが、その権威を利用して塩を不正に横流しし利益を得ている。塩の不正売買。紹介を経ずに売りさばいているというわけですね。あらゆる取引を紹介が担うことで各国の均衡を図る。煙鉄大戦休戦時の協定に反する行為だ。そう、重大な背信行為であり、ハイサンドの恥ずべき汚点である。あれほど巨大な縁故であれば隅々まで目が届くとは言えんでしょうが。無論ソルスレイを野放しにした我らにも席はある。しかしその売り先がエスフロストともなれば由々しきことだ。不
正な塩の売買、確かに耳にしたことがあります。それは話が早い。彼らは不正だけでなく他国を苦しめている。単価はできない。それで取引とは？彼を失脚させてもらいたい。あるいは殺せと。察しがよくて助かる。薬は差し上げよう。もちろん城もお返しする。良いのですか？当然だ。厄介な取引を頼むのだからな。断るという選択肢はないのですね。そういうことだ。では私はこれでお父上のご回復を祈っておりますよ。いかがなされますか、ソルスリー様。うるさい。今考えているところだ。エグスアムの介入は想定外でした。知らされていなかったのは我らのみ。教皇のご意向が示された可能性があります。手を打たねばならないのでは。潮の剣が露見したとあれば一巻の終わりです。わかっている。部下、貴様ならどうするというのだ。私はもちろんソルスレイ様のご命令通りに動きますが。だから策を出せと命令しているのだ。いえ、我らがどう動くべきかを。わかりません。わからないとは何だ。死ぬ気で考えんか。モルフォートの利用価値は高い。エグスアムに渡すわけにはいかんのだ。何としても奴らを取り込まねば。コーデリア。お兄様、ここから逃げてください。いたか。ダメだ、まだ上には黙っていろ。また殺されるのは俺たちだ。お前の勇気には感服した。行くぞ、コーデリア。コーデリア。私は残ります。なぜここに残る意味がどこにある。私も王家の女です。ここでエスフロストの内情を暴きます。必ず父
父上たちの仇を。総帥の妃になるというのか。はい。必ず助けに来る。絶対に無理はするな、コーデリア。アイサンドはウォルフォート領から軍を引いたか。どうして制圧しなかったんだろう。アイサンドはウォルフォート家を我々への牽制に使うつもりなのだろう。表向きの状況は変わらんが、ウォルフォートの背後にはアイサンドがいると考えるべきだ。やっぱりアイサンドは油断できない国ね。アブローラの報告では紫の爆発を起こす新兵器を使ったそうだし。うん、脅しにしか用いなかったところを見るとおそらくまだ未完成なのだろうが、少々面倒なことになったな。私の失態です。敗北になれたくはないな、アブローラ。お前に期待するのは勝利だ。これ以上私を失望させるな。はい。タラース、ロラン王子の行方は。すまない兄さん、めぼしい情報はまだで。けど懸賞金を釣り上げて探させているんだ。じきに成果は出るはずさ。生きていれば厄介だ。必ず見つけ出せ。セレノア様、ロラン王子が戻られました。なんだって、王子は無事か。はい、お元気です。セレノア、この地に再び立つことを許してくれるか。もちろんです。アンナ、このことは。はい、内密に進めました。この件はここにいる皆様しかご存じありません。よし、誰もここには近づけさせる。コーデリアがグスタドルフの妃になる。近く公表されるだろう。兄様がコーデリア殿下と結婚を。そう、グリンブルクの王位を得ようというのだ。グスタドルフの目的は王位簒奪だったと。だとすればドラガン殿の死は何のために。何をブツブツ言っておる、ベネディクト。コーデリアは覚悟を決めたようだ。だが俺は何としても阻止したい。そこで皆に頼みがある。エスフロストを倒す助けが欲しい。共に立ってくれ。どうした。申し上げにくいのですが、王子、領土こそ保っていますが、私たちには以前のような行動の自由はないのです。エスフロストとハイサンドがウォルフォートを奪い合う格好となり、それで今はまず体制を立て直し、ハイサンドとの取引を果たさねばなりません。なるほど、領民のことを思えば当然だ。すまなかった、すぐにここを出る。俺がいてはいろいろと厄介の種になる。もう十分思い知った。待ってください。
王子、こうなった以上、もはやノゼリアにあなたの居場所はありません。ならば私の策に乗りませんか。言ってくれるな。策とは何だ、モーゼ。その手の指輪を捨てていただきたい。王家の証である指輪を？一体何のために？あなたに死んでいただくためです。なぜ私を咎めないのですか。兄を脱走させたのに。妻になる女の些細な気の迷いくらい許してやりたいと思っただけだ。私はあなたを決して許しません。ロランが逃げ込む場所など一つしかない。だが今ウォルフォートを落とせばハイサンドが黙ってはおるまい。よし、準備は整った。私がなす、必ずなす。ノゼリアを変えてみせる。頭、こっちです。ん？行き倒れか。確かに随分立派な身なりだな。親父、例の懸賞金の話覚えてるよな。はあ、俺もちょうど考えていたところ。するかもしれねえぞ。親父見ろ、こいつの指。王家の紋章のついた指輪。こいつは間違いねえ、ロラン王子だ。調査の結果、遺体は損傷が激しく判別も難しいが、王家の指輪は本物と分かった。今この指輪を持つ者はコーデリア以外には一人しかいない。ロラン王子と見て間違いあるまい。あの懸賞金の方は。タラース、渡せ。はい。気前のいい男は嫌いじゃないね。あっけない。グリンブルク王国の最後がこれですか。守るべきは友より我が身。ウォルフォートは賢明だよ。彼らが王子を手放した今、我らがウォルフォートを攻める理由はない。逃げては見たものの、助けてくれる者はいなかったか。これで我らがウォルフォートにこだわる理由はなくなった。虚しいものです。あなたのお兄様、
みんなに裏切られてかわいそうね。そのようなわけで、ウォルホート家とは平和的に話がつきました。彼らの支援はお任せしますよ、ソルスレー殿。待て、貴公の領権を改めさせろ。ウォルホート城を落としたのは貴公だ。なぜ奴らを支配しない？分かっておられるはずだ。我らが真に警戒すべきはエスフロスト公国。教皇は何よりエスフロストの真意を見極めたいとお考えです。それにはウォルホートを自由にしておいた方が都合がいい。番犬としても使えるし、いざとなれば切り捨てることもできるというわけだな。いかにも力押しは愚者の戦い方ですからな。わかっておる。そうだ、ソルスレー殿、一つ教皇が心配されていましたよ。最近潮の採取量に異常はないかと。異常などない。ならよかった。若様、ハイサンドの七星人ソルスレイ殿から使い鳥が来ました。我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたい。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる？何か意図があるのでは？はい、残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七星人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルホート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。エグスアム殿との取引も果たさねばなりません。探りを入れる好機でもあるかと。裏があるのはこちらも同じだな。ソルスレイ殿の申し出を受けよう。かしこまりました。対策は追って考えましょう。